こんにちは、飯泉です。今日の一問一答はこの問題になりますえ。次の回路において AB を端子とする合成抵抗を求めなさい。ということで、えそれぞれどれになるか、それぞれというかえ、これの合成抵抗がどれになるか考えてみてください。 ということで、えー、答えはですね、2番が答えになります。では、どうしてこの答えになるのか見ていきましょう。まず、こういう回路を対称性がある回路というふうに呼んでいて、えー、このようにね、ちょうど赤い直線に対してこう鏡に映ったような回路になっていますよね。ということで、えー、この 対称性というのがどういうことなのか、ちょっと説明をしていきたいと思います。例えば、この抵抗に流れる電流が1アンペアだったとしますね。で、ここに流れる電流が1アンペアだったとします。で、この時、この赤い点線に対して1アンペア、1アンペアできているので、これはまあ対称性があるなって話になるわけですけども、この後、例えばだよね、 えー、この抵抗を流れる電流が1.5アンペアでした。で、キルヒホフの第一法則から合,、えー、合計してね、2アンペアっていうのは変えちゃいけないんで、えー、ここに流れる電流が0.5アンペアでしたっていうふうにもし、えー、出たとすると、えー、これ、対称性が成立してないねと。ね、えー。な、見る、見てわかるわけです。1アンペア、1アンペア。 1.5。本来だったらここは1.5みたいな感じで、ちょうど鏡に映ってないと。映ったような状態になってないといけないわけですけども、そうなってない。ということで、実はここ交差しているわけですけども、えー、電流の値っていうのは、えー、こっからここに向かって変えちゃいけないわけですね。変えるとこういうことが起こるんで。なので、こういう風に交差しているように見えますけども、実際には、 こういう回路と同じというふうに考えていいわけです、ね。ここ離れてるって考えてもらって構いません。つまりここに流れてきた電流はこっちに流れていって、ここに流れてきた電流はこちらに流れていくっていうふうに考えてあげると合成がしやすいかなっていうことですね。ということで、えー、合成をしていきたいと思います。 ということで、えー、これ合成していくと、まず直列つなぎの合成はただ足すだけです。で、並列つなぎの合成は、えー、逆数を取るやつですよね。なんで、えー、一個一個やっていきます。まずはこの部分。はい。これは r 足す r なので、2 r というふうに合成することができます。次にこの部分。 これを合成してあげると、5R という風になるわけですね。ということで、えー、見えますかねこっから枝分かれして、ちょっとこの、えー、対称な線より下の部分を今見ているわけですけども、2R。で、こっから枝分かれして、R、あ、ごめんなさい。2R、5R が並列つなぎで、えー、そして 2R がつながっているというような、えー、回路になっているわけです。 ということで、まずは、この部分を合成します。ということで、青い部分に関しては、どうやって合成するかというと、逆数なんで、r 分の1は、5r 分の1たす 2r 分の1というふうに、式を立てることができます。で、この時の r は、 7分の 10R っていう風に出てくるわけですね。ということで、この青い部分は7分の 10R っていう風になるわけです。で、次に今度はこの青と 2R2 つを合成すると。いうことで、緑の部分の合成になるわけです。 で、これは直列つなぎなんで、そのまま足してもらえばよくって、2R 足す、それから7分の 10R 足す 2R という風になるわけですね。えそうするとあ、足す足すね。はい、足す。とそうすると、7分のえ、これが4なんで、28という風になって、7分の 38R という風に出てきてくれます。で、 これが下半分、この緑の部分の合成抵抗になりますから、それと同じものがちょうど反対側にあるということで、同じものの、えー、まあ並列つなぎというふうになるわけですね。ちなみに、直列つなぎというのは、同じ抵抗がね、何個も何個もこうやって並んでいる場合、例えば N 個あったとすると、えー、NR の合成抵抗ということになります。 逆に、並列つなぎで、R のね、抵抗が何個も何個も同じに並列になっていた。それが N 個並列になっていたとすると、N 分の R になるので、まあ、これ知っておくと便利でしょう。ということで、今同じものが2つ並列になっているので、2分の1倍の抵抗になるというふうに言えるわけです。なんで、ちょうど2分の1倍すると、7分の 19R と。 いうふうに書くことができて、答えは7分の19あるというふうに言えるわけです。はい。ということで、まあこういうふうにね、対称性がある回路は、まあ解くコツみたいなのがあるんで、それをね、ちょっと訓練していかないと、いざね、入試問題で見たときに何していいかわかんなくなっちゃいますね。ということで、もう一台、これやっとくといいんじゃないかなっていう問題を持ってきています。 今度は立方体で、えー、一辺が R の抵抗ですよということです。で、この AB を端子とする合成抵抗を求めなさい。えー、ただし図形は立方体で、えー、一辺の抵抗値をすべて R とするというふうに言っています。はい。これもう何から手つけていいのかね、わかんなくなりそうですけども、まず AB を、えー、まあなんか電池につけたとします。 で、電位差をなんか V とかっていう風うに置きますね。で、流れていく電流をこう I っていう風うに置いてあげたとき、V イコール RI という風うに書いてあげればえ、実はこの R の部分がこの立方体の合成抵抗ということになるわけですね。で、これを元にどうするかっていうと、これ立方体で対称性が成立するんで、どっちかに偏るってことはないわけですよね。 なんで、ここから電流がどんな風に分かれるかっていうのを考えてあげます。えそうすると、これが3分の 1i、3分の 1i、3分の 1i という風に電流がここで3等分に分かれます。で、今度はここに、えー、注目してあげると、今度は2つに分かれているので、6分の i、6分の i っていう風に分かれます。 えそして、その後、ここではどうなるかっていうと、まあ、ね、この後、えー、それぞれ6分の i とかってって分かれているわけですけどもえ、それを考えてあげると、ここでは6分の i、6分の i が合流するんで、また3分の i になります。ということで、3分の i、3分の i と、ここでまた合流して、電流が i で出ていくと。 というふうに考えることができるわけですね。これを利用して、例えば、こう来て、こうやって回路をたどったとしますね。えー、青い線でたどったとすると、結局、なんて書けるかって言えば、v イコール、3分の ir 足す、6分の ir 足す、そして3分の ir っていう風に書くことができます。なんで、これらを足してあげると、6分の 5RI という風に書くことができて、さっき言ったね、目標としては V イコール RI の形に直したいんですけど、V イコール6分の 5RI っていう風になってくれたから、ああ、この部分がちょうどこれになってるねっていうことで、この立方体の合成抵抗はって言われたら、6分の 5R が 答えになるわけです。はい。これもね、やり方を知らないと、えー、ちょっとね、答えることができない問題の一つなんで、ぜひね、やり方知っておくといいでしょう。ということで、今回は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には、物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして、問題を解いて、 それを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。